アクション、こんにちは、アマッチです。今日はリナフィットのシューズ、フラインウルトラのレビューを、します、フラインウルトラ、これですね、パターンは、こんな感じで、ビブラムソールになってます。これはトランスジャパンアルプスで使ったやつなんで結構入ってます。その他にも練習で使ってるのでだいたい600キロぐらい走ってるけどこんな感じです。で、アッパーは、こんな感じになってます。でですね、アッパーの特徴としてはこの紐でピュッと締める感じですね。これが、長距離レースでこう靴を脱ぎ履きして、まあ、ソックスを脱いで足のケアをするとかそういう時にはこのちょっとした手間がこうめんどくさくなって、いやーめんどくさいってなるとやらなくなっちゃうんで、これも大事だと思って、これも僕はかなりのポイントだと思ってます。それでこれ見ての通りですね、600キロも走ってまだこれ、しかもトランスジャパンなのですごい頑丈にできてます。ディナフィットはスキーブーツメーカーなんでかなりこうシューズをですね頑丈に作ってくれてます。その代わり、まあ、ちょっと最軽量のモデルというわけにはいかないのが、まあ、特徴ですね。で、あと前の部分もですねしっかりこうガードがあって、石ぶつけたりとかしても全然痛くないです。これは本当に痛くないです。でそれもあってですね今回トランスジャパンアルプスで、使いました。でやっぱこれそんなに軽いモデルじゃないんですけどもロードも走れるし、まあ、下りも走れるし、上りは、まあ、ちょっとトランスなんで歩きましたけど上りもしっかりと上れるし、かなりいい感じで使ってました。あ、きつっ。で、問題点としてはですねやっぱりちょっと重たいっていうぐらいですね。その他はですね、かなり満足度の高いシューズに仕上がってると思います。あとですね、前回僕が去年 PTL っていうモンブランのなんか裏開催みたいな300キロのレースで使ったやつとの違いなんですけれども、足先がですねちょっと広くでき作られてて、ここの部分ですね広く作られてて、むくんだ時にも、足がきつくならないような形になってます。なのでちょっとですねここに走ってる時もゆとりがあるような、そんな感じに仕上がってます。メドロイ君とさ、で順当に1位だったウェルビーにとって、あ、そうだっけ、うん、でサイズなんですけどもちょっと人によりますがこのシューズ自体がちょっと小さめに作られているので 0.5 センチぐらい、ワンサイズ上げぐらいがちょうどいいんじゃないかなと、思います。はい、気になる方はですね、ぜひちょっと手に取って足に入れてみてください。すごく長距離もしくは初心者、それとですね登山、軽登山などには向いてると思います。以上フィラインウルトラのレビューでした。バイ。これね、このねディナフィットっていうスキーブーツのメーカーのやつで、あ、そうなんですか。そう、これもう600キロぐらい、トランスと入れて600キロぐらい走ってるんですけど全然減ってないです。